ワールドという楽曲は世界の著名なアーティストが結集しアフリカの飢餓と貧困の撲滅のために歌ったチャリティーソングですこの楽曲が作成された1985年の夏休みのあるテレビ番組でこの楽曲とともにアフリカの飢餓の現状が紹介されましたこの現状に私は大変驚きショックを覚えましたただこの番組では ただこの悲惨な現状を紹介するだけでなくこのアーティストたちの思いやまたボランティア医師のたちの奮闘が紹介されていましたそして私は将来この問題にチャレンジできる人物になりたいと心に誓いました食料問題に興味があった私は大学の農学部に進み大学院でお米の研究に携わることができましたお米を生産する稲ですが お米は稲は人類が消費するカロリーの23%を供給する人類にとって最も重要な植物です稲には野生種がありアフリカオセアニア南米東南アジアといろんなところに生育していますが我々が食べているお米はこの栽培品種と呼ばれる稲の種子を食べているわけですもともと地球上にこの栽培稲があったかというとそうではありません 人類が8000年から1万年かけて野生種から改良に改良を重ねることによってこの栽培種が生まれたわけですこの野生の稲それから栽培稲はたくさんの種類があり多くの多様性を示していますその多様性について少し紹介したいと思います西ア,西アフリカやアジアそれから南米では雨季と乾季があり雨季には大洪水が発生します このような地域では一般的に人々は作物を植えることができません。しかし、ちゃんとこのような地域に適応した植物があります。それが今から紹介する浮稲と呼ばれる稲です。このように大洪水が起こっている場所でも浮稲は栽培することができるので、人々はこれを栽培することによって、この浮の食料を確保することができます。この浮稲ですが、 左が通常の一般的なイネで、これは右に浮き根を示しています。水がない状態ではその両者にほとんど違いがありませんがここに水を入れて洪水状態を起こします通常の稲は伸長することができずすぐに溺死してしまいますが浮き根はこのように水位の上昇に応じて伸長することができます葉っぱが常に水面上にあるため空気を摂取することができ水面下でも生きることができるわけです ここの浮き稲一体どれぐらい伸びるるとができるんでんしょうか水がない状態では約 1m ぐらいのこの草丈も一旦洪水が起こると劇的に伸長することができますつまりこの浮き稲というのは急激な石棺伸長をするという機能を獲得することによってこの洪水という環境に適応することができたわけですこのスライドは一般的な稲と浮き稲の染色体を示しています 稲は十二本の染色体を持っているわけです研究の結果一般的な稲と浮き稲の違いはわずか染色体の三箇所にあることが分かりましたつまりこの三箇所に浮き稲になるために必要な遺伝子があるということです続いて私はこの浮き稲に必要な遺伝子を一般的な稲に移したらどうなるだろうという研究を進めてみました具体的には一般的な稲と浮き稲をまず交配します そうすると子ども F ができるわけですがこの F は浮稲と一般的な稲の染色体を 50%50% 50持っている個体となりますこの個体に再度一般的な稲を交配してできたその子どもは75%が一般的な稲から来て25%の染色体は浮稲から来ることになりますこの交配を続けていくと浮稲の染色体は半分半分に小さくなっていきます 最終的にはこの過程を行うときに分子マーカーと呼ばれるツールを用いてどこの染色体が一般的な稲から来てどこの染色体が浮き稲から来ているのかというのをモニタリングすることができますこのような戻し交雑とモニタリングを組み合わせることによって最終的に自分が残したいピースの部分だけ染色体の部分だけを一般的の稲の中に残すことができます 繰り返しになりますが一般的な稲と浮き稲の違いは3箇所に依存していますそこで先ほどのやり方でこのピースを1つずつ浮き稲のあ一般的な稲の中に入れていきますそうするとこのように1つ1つ入ったものそれからまた2つ入ったもの3つ入ったものができますそこではここではこの3つ入ったピースえ個体に注目してみます この個体では一般的な稲は全く伸びなく浮き根は伸びますでこの3つのピースを浮き根に入れたわけですそうするとこの個体はこのように水中で劇的に伸びることができましたすなわち遺伝子を見つけてあげて交配によって導入することができれば稲を効率的に変えられることができるということに気づいたわけですこの結果は私が以前抱いた夢にチャレンジできるのではないかと勇気づけてくれました そこで私は稲の基礎研究を利用して世界,の世界を食糧危機から救うプロジェクトっていうのを数年前にたった一人で立ち上げましたそのプロジェクトの名前は WISH と言いますこの WISH という英単語は世界の誰もが知っている希望というポジティブな意味の単語ですが WISH プロジェクトにはもう一つの意味がありますそれは素晴らしい稲が世界に十分な食料を供給し健康を導くという意味が含まれています このプロジェクトを1人で開始するにあたり多くの人に意見を聞きました応援してくれる人もいましたが中には一体1人で何ができるのやめた方がいいよとかこのプロジェクトに何十億円かかるの無理無理といったような否定的な言葉も結構いただきましたまたこのウィッシュという名称自体を失笑されたこともありますかなりへこんだわけですけれども実際現在です 一日に病気や飢餓に問題で亡くなっている数が一日二万五千人もいるわけですそのうち悲しいことに五歳以下の子どもが一万四千人も含まれています国連の WFP という機関はハンガーマップというのを出していますこの図を見るとアジア、それから中南米、それからアフリカで深刻な食糧問題が起こっているのがわかりますやはり私は夢に向かってチャレンジすることにしました まず最初に収量を増加させる遺伝子の探索を行いました左の図は普通の稲右の図は多種の稲の方を示していますこの種子の数を数えてみると左の方は147流右のこの方は472流もつけますこの違いはやはり染色体の中のどこかの遺伝子に違いがあることを示していますそこでこの収量を決定づける遺伝子を探してみました その結果稲の第一染色体と第八染色体にこの収量を増加する遺伝子を見つけることができましたそこでこの遺伝子を先ほど紹介した技術を用いて収量の高いものから低いものへ移すということをやってみました収量の高い稲からこの2つの遺伝子を交配によって収量の低いものに移すこれをやってみたところこのように収量を増加させることができました 現在洪水の耐性の遺伝子や収量の増加の遺伝子それから病害虫抵抗素の遺伝子このような遺伝子を見つけてさらに交配することによってこれらを集積することをしていますこの集積のパターンは限りなくありいろんなバリエーションを作り出すことができるわけですこれで稲を効率よく育種できると考えていますそれではこの技術というのがこれまでの技術とどこが違うんでしょうかこれまででの育種では このように田植えをした後収量がどれが多くなってどれが病気に強いかっていうのを探さなければいけませんしかしこの田植えの直後その個体がどれなのか誰も知ることができませんこれを育成させて穂が出るとき1個体1個体どれが収量が多くてまた病気に強いのか調べるのは、まあ、すごく大変なわけです広大な補助多くな労力時間それからスキルが必要ですしかしこのウィッシュプロジェクトでは 遺伝子を探して DNA で判定するのでこのような陽病気で判定することができます将来どの個体が病気に強くなって収量が大きくなるの多くなるのかこれを遺伝子判定していますでこの判定結果でいい個体候補個体を補助に植えるすなわちスペースの縮小化や作業の省力化がこれでできると考えていますこの WISH プロジェクトを始めてすぐに大きな問題にぶつかりましたそれは この WISH プロジェクトは交配によって稲の育成を進めますが日本では交配が1年に1回しかできませんそれでもしこれが2回3回年に交配でき,るできればこのスピードアップができるわけですそこで私はフィリピンの国際稲研究所に出向きましたこの国際機関は十分な研究施設と十分な補助がありますそして1年を通して十分温暖な気候なわけです でここに足しげく通い相談しこのプロジェクトを共同で最終的にやっていただけることに合意しました次に海外で使用できる予算がないという問題にぶつかりましたそこで国際協力機構 JICA にパートナーになってもらえないかと思い JICA に通いました何度も何度も足を運び最終的に JICA はこのプロジェクトを一緒に進めてくれることになりました JICA 名古屋大学国際稲研究所で今この WISH プロジェクトを進めています名古屋大学では有用農業形質を司る遺伝子を探すことそれをまた育種に利用する手法をまた国際稲研究所では実際に稲を育成し交配し遺伝子を集積することで新しい稲を作ることを行っていますこのプロジェクトによって作られる WISH シリーズの稲は世界に無償で分譲される予定です 28年前に WeArtheWorld の楽曲を聴き抱いた夢アフリカの子どもたちが十分な食料を得そして笑顔になること現在そのプロジェクトは科学の研究成果を使った稲の育種プロジェクトウィッシュプロジェクトとして現在進んでいます近い将来このプロジェクトが成功し世界の子どもたちが本当の笑顔になることそれが私の願いウィッシュです